ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでいきますか。これかわいいよね、なんか。入り口にあるやつ。なんだ、あ、袋？どこからともなく。なんかあの敵が吐き出した弾止まっとんやけど。ほうほう、ほうほう。それこそ精霊の楽器？やはり坊やは本物じゃ。度重なる無礼を許されよ。試しよったんか。その楽器は風の魚を起こす力を持っておる。楽器は全部で8つある。8つ全て集めるのじゃ。わしは坊やの行くべき道を示さんがため使わされたもの。北にあるゴポンガの沼に行きなされ。ほっほう、ゴポンガの沼。それがあれか。花がどうたらこうたらの沼って酔ったやつ。さあ行きますか。あ、これで、ここも。うわぁ、落ちた。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。何がしたいんですかね、私は。さあ、とりあえずこれで飛び越えていけるようになったから、何やってんの、あの子たち。どうしたの？近寄ってきた。あ、兄ちゃん大変、大変だよ。あのね、あのね。そうなんだよ、大変なんだよ。モリブリンが村にやって。あのね、モリブリンがたくさん入ってきたんだ。それでね。そうなんだよ、すぐそこの家に集まってき。だからね、あのね、あのねしか入ってこない。ワンワンのいる家でね、なんか、いや、そうそうそうなんだよ。モリブリンのやつなんとあのね、だからね、あのね。自分で確かめた方が早そうである、確かに。確かめてきます。あ、おろおろしよる、マダムニャンニャン。大変ざんす、大変ざんす。うちのワンワンが、モリブリンにさらわれたざます。おお、誰かワンワンを助けて。ワンワン。あ、ほんとや、おらんやん。今気づいた、おらんやん。マジか。モリブリン？森の方に行ったってことか。森からモリブリンがやってきたの？はっほ。不思議の森。久々の。ねえ、どこ連れてったの？ああ、怖い！イエーイ。ねえ、モリブリンたち。え、今気づいてなかった？こっちに。こんだけだよ。どこに連れてったの？ワンワンを。あ、てか、行ける場所増えたよね。ちちち。やめてよ、ちょっと離れたところから。よし。ここと、あー！まさかの。ギリギリで飛ばんかったら結構危ない。僕は文通が趣味のナイスなおじさん、ライトです。でも一度も返事が返ってこないのです。悲しいなぁ。それは無視されてるということ？悲しすぎるじゃないか。何もない。持ち上げられない。これもしかして文通のために使ってる。文通できてなくね？文通ってね、相手から帰ってこんかったら何も文通になってないよね。はっ。不正でやったぜ。で、沼に向かえって言って、ここ入るんかな？あ、そっか、沼に向かえの前にワンワンを助けんといかんのか。ワンワン虫。これもしかして飛んで向こうに行くんかな？はっ、ほっ。ルピー。20ルピー手に入れた、ちょっと嬉しい。確かにちょっと。はっ。ふぅ、危ねえ、危ねえ。え、この宝箱は、あれか、また。くっそ。くっそ。グローブをください。上かな。いやー、飲み込まれるー。やめてよー。恐ろしいやつ。あ、フクロウや。神の卵に会いに行け。音色に神は答えよう。神の卵。あっこにはいけないんすかね。いけねえ。いけねえ。いや、あ、痛い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 。何あっこ。え？あ、盾が持っていかれた。吐き出せよ。ふぅ、あぶねえ。あぶねえ。盾が戻ってきた。オッケー。てか、回復したい。そしたら、やっつけといた方がいいな。ほら、なんかここだけさ、一個だけなんか、白くなっとるけど。絶対そこでなんかするんやろ。あ、これは、ウルリラじいさんの、ハートが欲しい。
ジーコ、ジーコ、ジーコ、プルルルプルルガチャ。これはさ、ウルルラじいさんにしか繋がらない電話なの？ハロー、ウルルラじいさんじゃ。ふん、モリブリーのほとんどが森に住んでいるんじゃが、たまにタルタルコーチの洞窟にもおる。何かの役に立つかな？あ、なんかそこそこでヒントをくれるってこと？ウルルラじいさんは。タルタルコーチの洞窟？どこや？もしかしてそこにワンワンを連れてったってことかな？そこんがらの。あ、これなんかフクロウが言ったとこやない。危険、ワンワン以外一時禁止。マジか。じゃあワンワンを連れ戻した後ってことか、そこに行くのは。待って、タルタルコーチどこ？ね、タルタルコーチどこ？あ、そういえばこっちから行くところにさ、ジャンプで行けるとこなかったっけ？ハート助かるー。お。なんか、こっちの方に。武器。あ、なんか穴だらけのところが確かあったやろ。あ、ここここ。は、やったー、ハートのかけらゲットー。よし。は、この先タルタルコーチ、お、タルタルコーチや。やった。ってことは、この先、これもしかして。風の魚は魚にあらず、風を呼ぶが鳥にもあらず。どういうこと？てか鳥は風を呼ぶんすか。この辺タルタルコーチ、断平の小屋すぐそば。すごいアバウトやね。ここ。ぬ、何やつ？怪しい小僧だ。皆の者、出会い、出会い。誰？皆の者、誰も来てないんだけど。誰も来てないんだけど、何？かわいそう君。だからどうして敵は落ちないんですか？そのひび割れのところに。ちょっと。あ、開いた。皆の者来てあげてよ。痛い痛い痛い。もうそんなさ、いろんな方向からやられたら盾の意味なくなるでしょ。やめてよ。ふざけんな。いててててて。てててて。てか、君たち、ハートを出せ、ハートを。出した！はい、この先へ。なんだなんだ、誰だ？ワンワンを狙ってきたか。さては、お主、ワンワンの主。マダムニャンニャンの放った資格であろう。帰り討ちじゃ。資格ってわけではないと思うんだけど。え、あ、いてててててて、当たらねえ。痛い。え、何？あ、そういうこと。この間にってこと？あ、なるほどね。じゃあそれまでの間はずっと避け続けろという、そういうことですね。怖い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 。早く壁にぶつかりに行けよ。お、くる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 。イエーイ。うっと、そのステップめっちゃ腹立つんやけど。やった！あっという間。あっという間。ああ、そして助かるわ。妖精。ちょ、早く。妖精。回復。ああ、ワンワン。ワンワンを救出した。近くで見るとやっぱり怖い。あ、すごい。ワンワンの散歩や散歩。さあ、これでマダムニャンニャンのところに帰ろう。てか、マダムニャンニャンやのになんでワンワン飼いようよね。猫を飼え、猫を。これが犬なんかどうかはさておき。ん？フクロウ？こんな時にも来るの？どこ？あ、来た。物騒な奴を連れとるの。次なる精霊の楽器はゴポンガロの魔女ぞ。忘れなさらないよ。ゴポンガの沼。ゴポンガの沼。誰かおる。看板の横に。おめえ、この島を旅してるだか？じゃあ、ちょっと頼みがあるだ。ほら、この島の遺跡を調査している断平ってもんだよ。おめえの用事が一段落ついたら、この先にあるオラの小屋に来てほしいだ。断平。思ったんやけどさ、断平。断平さんっておったよね。何やった？あれに。64のさ、時のオカリナ？ん？時のオカリナやった？
かなんかにさ、ダンペイさんって出てきたことない？ああいう、なんか、顔色の悪い。食った食ったよ。ワンワン護衛してくれる、ありがたーい。食えよ。食えよ、食えよ。エコホレ、バウバウ、なに、どれどれ、どこ、そこ、この花の真ん中ってこと。でも私、スコップとか持ってないから、スコップとか持ってないからできないんだよね。待って、どっから帰るんだ、こっちか。おー、なるほど。相手が攻撃をしてきそうになったら、助けてくれるわけね。それまでは、見守ってると。最初から助けろよ。スコップってどこにあるんやっけ？売り寄ったかな？待って、今いくら持ってる？ 86。足らんような気がする。あ、てか、マダムニャンニャンの家に。家に。助けてきたよ。まあ、よくうちのワンワン連れてきてくださったざます。嬉しいわ。あら、ついでにお散歩にしていただけるんざますか。助かるざますわ。それじゃお願いするざます。なんも言ってないけどね、私。なるほど。このまま、ワンワンを散歩に連れて行けと。そういうことですか。なんか新しいの仕入れられてないかな。なんか定期的に変わるらしいよ、商品。あ、これある。ちょっと取っとこ、これ。はい、一回10ルピーやります。さてさて。あ、そっか、こっちか。十字キー。はい。取れるんじゃない？やっぱほら、私、うまいって。自分で言うけど、うまいって。あー、落ちた！マジで！調子に乗りました。もう一回やりますよ。とりあえずやります。え、なんかすごい微妙な位置なんやけど、これ。やめていただきたいわ、ほんと。あ、でももういけるやろ、これ。そのまんま、スッと。スッと横に。ちょっと、それはもういいんじゃないかな。まだ金を取るか。もういいと思うけどな、それ。くっそ。はい、これでゲットー。いや、もういいです。もうゲットしたんで。はい、秘密の貝殻を取った。秘密の香りがする。なんだい、秘密の香りとは。ちなみにこの秘密の貝殻は、あのドラクエでいう小さなメダルみたいな感じで、集めたらそのうちなんかどこかしらで何かと交換ができるらしいです。まあ、どこかは知らんねえけどね。どこかは知らんねえけどね。さあ、それじゃあ行きますか。あ、てかあの、ワンワン以外立ち入り禁止っていうところに向かおうよ。せっかく。今、攻撃仕掛けてきたのに。ありがとう、ワンワン。心強い護衛だわ。もうせっかくね、ワンワンをお散歩で連れているから、ここ掘れバウバウ、言われてもなぁ、ないんだよなぁ。へへ。何でも食べてくれるんか。最強やな、ワンワン。さあ、ほら、ここここ。ワンワン以外立ち入り禁止。あ、ワンワンが食べてくれるってことかな、これ。おぉ、いいやん。うわ、なにそれ、なにそれ。それも障害物なの？そういうことなの。いや、早く食べて。はいはいはい。早く食べて。え、なにあれ、なにあれ、なにあれ、なんか飛んできた、飛んできた。黄色い胞子が。なに、あの黄色い胞子も食べた、もしかして。あ、あ、この宝ある。宝箱ある、宝箱。へぇー。うおー、あのでかいのまで食べた、すげえ。ワンワン最強。これも食べて、これも。痛い。ちょっと、私攻撃受けたよ。はい、オッケー。さあ、中身は、ルピー。50ルピー手に入れた、割と嬉しい。それは確かに嬉しい。
あっこになんか洞窟の入り口がある。ほら、食べて食べて、ありがとう。おー、綺麗に食べたね。綺麗に食べたね。この中に入っていけば良いということでしょうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ボンボン連れたまま冒険出ていくけど大丈夫なの？散歩？散歩の一環これも。